今回のバトルの舞台はあざみコース4番ホール、140ヤードパー3。ピンが左サイドの時は引っ掛けに要注意。左にキックしやすく OB になる可能性大です。さあ、熱海の4番ホールでございます、中川プロはどうやって攻めていきましょうか。そうですね、ティーショットは手前が崖になるのであそこさえ越えてしまえば、まあ、あとは特に問題はないのかなと思います。まあ、右奥にバンカーがあるのでそこだけ入れないように注意してもらえればなと思います。はい、さあ、で 今のところ、なんと、中堅麗華チーム2ポイント、はいはい、勝ってるということで、もう残り1ホールですから、ね、はい、もうあの負けがちょっと、はい、いや、まあ、そうなんですけど、うん、今の段階はちょっと負けてるので、このままだと負けは決定しちゃってるんです、はい、このままだちょっとこっちのイメージも悪いし、せっかくなら面白くしたいので、はいはい、できればちょっとこうルールを変えていただきたいな。例えばまあ2人の合計合計の差をそのままポイントにしていく、ストロークの差を。あ、そうです、そうです。あ、だからそっちは合計が5でこっちが7だったら2ポイント。あ、そうです、はいはいはい、そんなのはどうなんでしょう。お答えします。それはダメですどうしてもあの笹森さんもわざわざ今日来ていただいたんで、来ていただいてるので。そうですね、分かりました、分かりました。じゃあスコアでやりましょう。スコアで、はい、その分だけね、ガチゴルが早くもゆるゴルになってきましたけどいいですかね。いいです。じゃあ中川さん行きましょう。はい、お願いします。じゃあできるだけバーディーを取っておきたい。そうですね、逆転もあるってことだよね。もちろんです、そのつもりでやります。はい、いや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 いけないんじゃないか。全然ちょうどね、打つ瞬間にアゲインストの風がぶわっと吹いてきましたね。これはやばい。もっと笹森さんお願いします。はい、はい、お願いしますすっごい差離れちゃうよ大丈夫です、笹森さんがここでやってくれますから。笹森さん何番で、風ちょっときて8で、8で、はい、いきます。ちょっとね、今上げてきてますね、うん、おお、これはいいや。ナイスショー。はい、ナイスです。ありがとうございます。ナイスです。ナイスです。ありがとうございます。あれ、風今どっちからだった？でも左からじゃないな。右から。左上げだったんですけど、変わったかもしれない。変わってますね。ああ、ダフった。飛んで。飛んでれば。あ？手前かな。手前でしょう、うん、手前っぽかった。グリーンには見えなかった感じしました ね、さあ、それではレギュラーティーからレカちゃん、はい、ちょっと測ってみてください、はい、ピンシーカーでおいくつでしょうか。122ヤードですね。122、うん、はい、はい、結構上空は風吹いてると思う。そうですよね、うん、何番で。9番で9番。はい、ちょっと左だ。うん、言ってることは言ってる、はい、言ってますか。そ、うん、ギリの距離だからな。そうなんですよ、ちょっと力入りました、ね、今、まあ、乗ってることは乗ってるでしょう、はい、うん、さあ、お二人お願いしてすみません、やってしまいました。でも、ちょっと今計算してる。笹森さんがバーって僕もチップインバーって 4、3、6で、同点です。同点さあ、キクさん、あの、安全でいいと思いますよ、うん、勝負だとね、うん、寄せてパーで、あ、弱い。おい、やめてよ。僕にアプローチを期待してはダメです。いや、ちょっとさっきのパットがあるんで。いや、レガちゃんそんな顔しない、大丈夫、さっきのパットがあるから。あの、さっきこれもでも難しいよね。そうですね、うん、これは正直そんなに優しくはないですね、ね、落としどころが、うん、結構。いや、でもこれはもう攻めないとスコアにしちゃったから、そう、勝てないので、うん、攻めないといけないですね、スコアなので。あら、惜しい。完璧だと思った。惜しいっていうかね、今ここにね、いや、逆目なのよ。
カツンと入っちゃいましたね。いや逆目だからもう前行かないのよ。完璧だと思ったけど、うん、そうですね。ちょっとはい、うん、ここ所属プロなら分かってたんですけどね、この逆目っていうのはね。あ、ごめんなさい。さあ中継さん、ここ入れとくとレイカちゃんの負担が軽くなります。いや入れとくっていうか寄せる、ちゃんと、うん、2パッドで行かなきゃまずいっていうぐらいの、うん、スライスだよね、ちょっとね。打っちゃった、打っちゃった、入って、入って、やばい、ったー、打っちゃったよ。パンチ入っちゃったよ。これピンチですか？え、いや、この、あの、長学のパッド次第。今レガちゃんがね、ハリウッド女優のようなリアクションを、はい、打っちゃったよ。あの桜の花びらが一番いいんじゃない？これでダメですか？ちょっと、うん、ワンカップぐらいってことですか？見すぎかもしれない。じゃあ強さかな、強さかな。うん、坂本さん、ここは自分で行ってみます。今の参考にしながら、はい、ね。さあ笹森さん、まあ、ちょっと参考にはなるよ。なりますね、うん、笹森さんね、これ決めると面白くなってくる。この歌は早い。いや今のちょっと打っちゃったんじゃない？ナイスライスでも、うん、ちゃいましたね。ちょっといい参考になったねこれ、はい、うん、でこの辺まで少し登ってて、こっからは平らだけど順目だから、順目、うん、そうですよね。今の笹森さんの参考になると思う。なりましたね、うん、これ取っとくと楽。いいタッチじゃない？あ、いい感じ。めっちゃ綺麗。うん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。 OK ですか？もうそれはもう2パットで OK。 はい、十分。さあこれ、この2人の勝負がどうなるか。これ入れられると分かんなくなるんだよ。そうなんです、ね、外すともう決定だけど。そうですね、うん、オッケー、ありがとうございます。ちょっと早まったな今。ボール取りに行った。オッケーオッケー。はい、ありがとうございます。入ったと思ったけどな今。うん、確かに。あら、引っ掛けた。OK です。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。どうもお世話になりました。ありがとうございました。負けました。負けました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。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 イエイ。イエーイ。笹森さんだけ爽やか。わかりやすい。さあ皆さんお疲れ様でございました。ありがとうございました。さあ今回は、はい、中堅麗華チーム、はい、見事に勝利ということでございました、はい、もう文句なしですね。最後、ね、中川さんの方もお願いしますって言って、はい、言ったんですけど、チャンスいただいたんですけどね、参りました。はい、あの、はい、やっぱり勝ってる時の黒チームって強いですね。そうですね、乗ってる時あのやっぱ計算とか、そうです ね、無理して攻めないとか、そういうのってもやっぱりこれがやっぱりダブルスの面白いところでもあったりするのかもしれないですよ ね、うん、はい、ちょっと屈辱的ではあるんですけども、はい、では中川プロ、すみません、こちらのメダルを、はい、散々かけていただいてたメダルを、はい、わかりました。じゃあレガちゃんに、はい、わ、はい、かりました。じゃあレガちゃんにかけていただきましょう。参りました。はい、ありがとうございます。はい、イエーイ。はい、おめでとうございます。これ2つはないです。ないです。はい、ないです。でも今回は本当にね、お二人のいいところがババーンと出て、バーディーバーディー取ってくれたでしょ、うん、はい、これはやっぱ楽になります。そうですよね、うん、でまあ余裕があったからからの中堅さんの長いバーディーパット、やっぱ間に入れると気持ちいいですね。じゃかしそれでも前のあのねセカンドがもう素敵でしたからね、いい技を見せていただきました、はい、ありがとうございました。さあそして佐藤さん、今日はいかがでしたか、はい、プロと回って。え、大変勉強になりました。次ビームになりました、はい、ありがとうございます。またこれからもね、あのいろいろとこう試合なんか出ていただいて、はい、あのますますこうレベル上げていただいて、はい、またこのねリベンジに来ていただければと思っておりますんで、はいはい、お疲れ様でございました。そして、中川さん、はい、しょんぼりしている場合ではございません、はい、また来週新たなトップアーマーがやってきますので、そうですね、はい、来週は切り替えてまた、はい、笑顔が売りなんだから中川さん。はい、わかりました、頑張ります。笑顔が出るよね、はい、はい、皆さんお疲れ様でございました。お疲れ様でした。